ある金曜の夜のことだったんですけど、仕事が終わった後ラーメンでも食べたいなーなんて思いまして、どうせならちょっと遠くのラーメン屋さんに行こうかというわけで車に乗ったわけです。ナビに住所入れてさあ出発と。しばらく走ってますと、なんか妙に救急車とすれ違うんですよ。あ、まあ金曜日の夜だし飲み過ぎたやつ多いのかなと。おそりにした数が多い。そうこうしてるうちに今度はナビがこんなことを言うわけです。この先事故多発地点です。他の車や歩行者に注意してください。まあナビってこういう機能あるんで、時々だったら全然気にするほどのことでもないんですけど、これも妙に数が多い。本当交差点に差し掛かるたびに、この先この先事故多発地点です、この先この先事故多発地点です。しかも結構走ってましたから、周りって田舎道で車とかほとんどいないんですよ。さすがに僕も焦りましたね。なんだか怖いな、怖いな、やばいな、やばいな。でも目的地まであと少しだったんで、そんなことをまあ考えながらも車を走らせてますと、ようやく目的地に到着しましたってナビが言うんです。えっと思いました。だってここラーメン屋さんの看板どころか周りに何もないんですよ。おかしいな、何なんだろうなってふっと横を見ると、そこ移転してたんですよ。